どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はですね、世の中には未解読の暗号というものがね、たくさん存在しております。今回はそんな数ある未解読の暗号の中からタマムシュット事件の暗号について触れていきたいと思います。タマムシュットとは、1948年にオーストラリアで起きた事件の被害者が隠しポケットの中に入れていた紙に書かれた言葉です。捜査の結果、この言葉はペルシャ語で終わりを意味していることが分かり、実は本の一部を切り取ったものということが分かりました。そして後に被害者が所有していた本も発見されるのですが、今度は裏表紙に暗号と思われるアルファベットで構成された5行もの文章が見つかります。この暗号に対し、警察はもちろん軍の情報部門や暗号の専門家などが解読を試みたのですが、全て失敗に終わっています。それに加え、被害者の身元も不明だったため、オーストラリアでは謎の多い未解決事件として現在も有名なのだそうです。果たしてこの暗号が解読される日は来るのでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。暗号シリーズ面白いですけど、本当に未解読だったので、本当に専門家でもわからないっていうものもね、存在しているので、またね、こういう動画もやっていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。